新時代トレード。ここ数年、巨人と楽天の両チームは多くのトレードを仕掛け、積極的な補強を行っています。今年に入ってもすでに両球団は各球団とトレードを取りまとめ、早速動きを見せているんです。こういった積極的なトレードは日本球界だと目新しく映りますが、メジャーリーグでは日曜茶飯事で、昨年末シカゴカブスは昨年最多勝に輝いたダルビッシュ有投手をパドレスにトレードするなど、たとえチームの主力であってもトレードされることは珍しくないんです。そこで一つの疑問が生じました。日本プロ野球のトレードは今後どうなっていくのか。というわけで今回の動画はプロ野球新時代のトレードを考察したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。近年のトレード傾向。ここ2、3年、トレードの主役は巨人と楽天です。巨人は原監督が前任監督として復帰を果たした18年オフ以降、楽天は石井元監督が GM に就任した18年9月以降にトレード数が急激に上昇しています。19年、20年の2年間でトレードした回数が多い球団の比率を見てみると、楽天が 27.6% で1位、巨人が 20.7% で2位となっており、両球団合わせると全体の半分に迫ります。ここ近年の巨人楽天のトレードをそれぞれ振り返っていきます。まず原巨人から。巨人は原監督が前任監督として復帰した18年オフから急激にトレード数が上昇しており、18年オフから21年3月現在まで計9回のトレードを成立させ、20人を入れ替えてきました。特に2019年途中に日本ハムから獲得した鍵谷陽平投手、2020年途中に楽天から獲得した高梨雄平投手は巨人中継ぎ陣に厚みを持たせ、同じく楽天から加入したウィーラー内野手も持ち前の明るさでチームに溶け込み、随所に活躍を見せ、リーグ連覇の原動力となりました。一方、3軍にまで降格していた沢村博一投手をロッテにトレードすると、沢村投手は新天地で一気にリリーフエースとなりフル回転。その活躍が認められ、夢のメジャー挑戦が実現しました。また、つい先日には、かつて2年連続2桁勝利をマークした田口麗斗投手と、ヤクルト未来の主砲候補、広岡大志内野手との交換トレードを看護し、プロ野球ファンに衝撃を与えました。巨人とヤクルトのトレードは実に41年ぶり。これまで同一リーグ間のトレードはサイン漏れのリスクがあるとして敬遠されてきましたが、このトレードについて巨人の原監督はデーブ大久保氏の取材に答え、田口は巨人軍でも非常に活躍してくれた、ただここ 1,2 年先発なのか中継ぎなのか持ち味を出し切っていないと、我が巨人軍はある程度先発、中継ぎ、抑えが確立されてしまっているチーム状態、どこかチャンスはないかなと思ったんですと、他チームで田口投手が輝ける場所を探していたことを明かしました。続いて石井楽天。楽天は石井和久現監督が GM に就任した18年9月以降、トレード数が急激に上昇しており、18年9月から21年3月現在時点で計10回のトレードを成立させています。中でも大成功したのが19年オフに金銭トレードでロッテから獲得した涌井秀明投手。移籍初年度となった20年シーズンは春先から勝ち続け11勝をマーク、自身4度目の最多勝に輝きました。3球団での最多勝獲得は NPB 史上初。また涌井投手は石井監督に21年シーズン開幕投手に指名されています。一方で、こんなにトレードしてるのに涌井以外活躍したやつおらんやんと思われるかもしれませんが、20年に獲得した高田投手はまだ22歳と若く、18年には2軍で投手3冠を達成するなど将来性があり、池田投手、田中捕手はチームの弱点を補うピースとして今後の活躍が期待されています。 MLB のトレード事情。メジャーリーグのトレード数は日本より圧倒的に多いです。2020年のメジャーリーグでは計97回のトレードが成立しています。これは NPB の10回に比べ約10倍に迫る数字です。ただ去年は新型コロナウイルスの影響でイレギュラーなシーズン。そこで一昨年2019年シーズンのトレード数も調べてみると、なんと186回ものトレードが行われていたんです。ちなみに日本はこの年13回なので、球団数を差し引いたとしても MLB は桁違いにトレード数が多いことがわかります。調べてみて毎日誰かトレードされてるなと感じましたし、中にはチームの4番やエースも含まれていました。ではなぜメジャーはトレード数が多いのでしょうか。それはメジャーの FA 制度にあります。メジャーでは6年間 MLB でプレーすると自動的に FA になります。これは日本の FA 取得期間よりも短く、しかも日本のように FA 宣言をする必要ありません。また FA 選手の年俸は基本高額になるので、財政が厳しい球団は払い切れず、 FA されてタダで失うくらいならトレードに出し、チームの未来のために若手有望株を獲得した方が良いという発想になります。また財政に余裕があっても
下位に沈んでいるチームは新たにチームを作り変えるために中心選手をトレードに出し、優勝争いをしている球団から若手有望株を獲得するのが一般的です。メジャーリーグではバイヤーとセラーという用語が使われます。バイヤーはプレーオフ進出見込みがあり、未来を犠牲にしてでも戦力を補強してプレーオフを勝ち進みたいチーム。セラーはプレーオフ争いに脱落したためトレードで主力を放出し、未来のために若返りを図りたいチーム。双方の思惑が一致してトレードは成立します。中でも一番トレードが活性化する時期がトレードデッドラインと呼ばれる7月末のトレード期限で、直前にスター選手を含む大型トレードが頻繁に成立します。この大型トレードはフラッグシップディールと呼ばれ、下位チームが主力選手を大量に放出することをファイヤーセールと呼びます。 MLB ファンだとフラッグシップディールが成立したら、このチームこの選手獲得したぞ、マジか本気だなと、そのチームの本気度が伝わってくるらしいです。去年千葉ロッテが FA 寸前の沢村投手を巨人から獲得して優勝を狙いに行ったのと同じですね。新時代のトレード。今後日本プロ野球のトレードはどうなっていくのでしょうか。原監督、石井監督の両監督に共通しているのは、自分選手のキャリアを大事に考えているということです。原監督はトレードはお互い良くならないといけない、野球選手は個人事業主、巨人軍だけではなくプロ野球が発展するには個人が成績を出す、個人が活躍する場をいかに探してあげるか、チャンスを与えてあげるかと語り、石井監督も他の球団にいても出場機会がなければそういうトレードはしない、互いにウィンウィンになればいいんじゃないかと思うし、選手が移籍した先で良かったなと思ってもらえるところでなければうちも出したくないと語っています。かつてプロ野球においてトレードは自分から見切られたから出されるというネガティブな印象がありました。しかし現在ではトレードによってお互いの選手が輝けるチャンスが増えると、ポジティブな印象に変わってきています。メジャーリーグだとトレードは相手チームが自分を必要としている、望まれていくんだとポジティブに捉えられています。ただ現在の NPB ではメジャーに比べて絶対的な主力選手が交換されることはほぼありません。基本控えレベルの選手同士で行われるケースが多いですが、今後 FA 制度の改革、選手間ドラフトの導入によって主力選手もトレード要因となる時代が来るかもしれません。先日の巨人田口投手、ヤクルト広岡内野手のトレードは、実績十分で現在も力を持った投手と未来の主力候補となる内野手という画期的なトレードであり、日本球界のトレードに対する認識に変化が生まれていることを感じます。また原監督はトレード期限撤廃構想を持っており、やっぱり期限を設けてはダメでしょう、1年中ずっとトレード期間にすればいい、うちならこの選手は可能性あるとか話が出てくるかもしれない、むしろその後の方が活発にならなきゃいけない時期と語っており、これはメジャーにはない発想です。ただ単にメジャーを真似するだけでなく、メジャーのいいところも取り入れつつ、さらにいいものを日本球界独自で作っていく姿勢と議論が今後の日本プロ野球の発展につながると思いました。ぜひ皆さんの意見もコメント欄でお寄せください。というわけで今回の動画はプロ野球新時代トレードの今後を考察させてもらいました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、Twitter も開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。